下北 FM DJ トマーキズレディオショー、毎週木曜日夜7時から公開生放送中です。ということで今日はグラドル自画ドリブを代表して、参加するということなんですけれども、はい、大倉さんに対してどんなイメージですか？そうですね、一言で言うと、うんうん、早口おしゃべりメガネさん。うわ間違いない、あだ名みたいになっちゃったね。あだ名みたいになっちゃった。何言ってるか分かんないです。何言ってるか分かんないし、なんか、うん、気持ち悪いとか言うと、うん、逆に喜んだりとかするから、気持ち悪い、余計気持ち悪い、余計気持ち悪いし、ちょっと扱いづらいよね。ちょっと絡みづらいですね。絡みづらいんですけれども、頑張りましょう。でも頑張ってね、絡めるように頑張ろう、はい、怖い、はい、そんなわけでグラドル自画ドリブから初期の塚本舞と、副部長の吉田咲と、部員の菜乃香と、はい、同じく部員の池田ショコラでした。バイバーイ。